おはこんばんは。いつ最後のブレン で今日はこの間いただいたお鍋で鍋パーティーします。この間ね、インスタライブをやったんですけど、そこでチャンネル登録者からいただいたボックスを開けたんですね。で、そこになんとドゥドゥルドゥドゥドゥね、怖いお鍋が入ってました。生入りです。すごいでしょこれとあとは、まあお鍋セットだね、うん、この鶏皿 S と B イニシャルのやつとレンゲとお鍋を置くやつ、うん、入ってました。で、なんかチャンネル登録者の方からお手紙をいただいたんですけど、そのお手紙にちょっと鍋をね、なんかぜひやってほしいって書いてあったので、で、鍋の素とかもいろいろもらったので、なんかそういうのを使って今日は鍋を作っていこうかなと思います。そう、今は夜の9時41分自分が仕事終わって今ちょうどシャワー浴びて、もう今ドスッピ。最近ちょっとスケジュールが忙しいから、こういう夜遅く遅い目のご飯になっちゃうけど、そう、最近お仕事忙しいんですね。頑張ってるね。頑張ってます。ブレンもね。そう、でもそれが夜頑張ってるね。そう、だからまあ YouTube もね、一緒に頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう、みんなも頑張ろうってことで、じゃあ早速お鍋を作ってきます。はい、じゃあまず先に材料、俺もちょっと今回は手伝いできんじゃない。焼き豆腐、日本のお店で買いました。白菜そう、半分で189円、だい200円いかないぐらいです。ニラ150円、150ドル、じゃなくて1ドルと50セントだから大体150円ぐらい。ぶなしめじ、これも日本のお店です。これ値段書いてないけど、でも200円いかないぐらいだった。えのき、今日はキムチ鍋を作るので、プラスでキムチもまた入れてきます。待ってるから使わなきゃ。いっぱいある。あとはチーズ、やっぱキムチと言ったらキムチーズ、なんか締めも今回は考えてるので、締めの生麺、中間の太さOK、それだけ、そんぐらいです。ということで早速作ってまいります。はい、あとは切らなきゃいけない。そう、俺切ってみるよ。どうやって、あのこの白菜どうやって切ったらいいの。あのぶつ切りで切っていいの。これ任せて、この日本の鍋男がいるから。えそうなの。そう、 Trust me。 じゃあ任せてやろうかな任せてやろうか。じゃあブレンは撮影係かな。 OK。 あれ紹介して、今のうちに、あのイザベルの、うん、そう、小さいいとこが送ってくれた絵だけど、これがセイゴさんだって。で、これがイザベルっていういとこ、うん、とセイゴ。やばいね、これイザベルはまだ1年生かな。1年生ぐらいだね。だから、ね、俺サイズ感がイザベルちっちゃい、ね、でもちょっと似てるんだよ、俺の顔見て。この眉毛の太さとか、そうね、すごいよくできてると思う。かわいいよね、イザベルとブレンブレンの目がね、ちょっとでも髪の毛が明るいのと、うん、あと目が青いの一緒ね。あとここ見えるかわかんないけど、うん、一応ブレンって書いてあるね、水300ミリ、キムチ鍋、うどん、雑炊、ラーメンにもなってる。あ、すごい色。美味しそう。お、すごい、めっちゃ辛そうな色だね。色辛そう。お、自分たちが用意した、用意じゃねえや自分たちが用意した材料はこちらです。今回はちょっとヘルシーでお肉なしの材料にしてます。豆腐がメイン、あと野菜、キノコいっぱいあるね、うん、これ入れて、あとは
まあちょっと家に残ってるキムチとか、うん、まあ、あとまあね、食べ終わりかけの時にラーメン、ラーメン、ラーメンとチーズ入れて、楽しみ楽しみ、それ結構楽しみね。だから今入れてきます。ちょっとお水が少ないかなと思ったので量増やします。2倍にします。トータルでお水600のプチッと鍋を、うん、鍋をもう2個入れます。合計4個。たらー、ごま油かけると美味しいんだって。オッケー、じゃあお待ちましょう。はい、もう写真、いい写真があったね、ここに。この間っていうか半年前からもうね、日本に帰った時に会った時でもさ、この時司とジョナサン会ったの、これが1回目って信じられないね。ね、そうだよね、この日が初めてだった ね。何回も会ってる感じ。今でもね、たまに連絡したり電話したりして、また日本に帰るときは会おうねって話してるね。ここにも懐かしいのあったよ。ああ懐かしいのあった。これね、ちょうど日本からアメリカに引っ越す前の写真で、なんかのんちゃんとミキが温泉に連れてってくれたとき、うん、ね、ね、細い。日本にいた時なんかもうガリガリのレベルだね。ね、アメリカに行く前お金全然なくてね、カップラーメンとかさ、そういうのばっかり食べてたから、あと薬局でなんか100円で8枚入りパンとか、あ、そう、薄切りのパン買って、ダンボール、そう、食べてた。でピッツァ作ったね。うん、美味しかったけど、ね、そう、パンにケチャップのけ、でもさ、美味しいものもさ記憶残るけど、やっぱりそういう時のさ、うん、なんかもういかにももう死にそうな時のご飯の方が記憶に残るよね。あとおはように引っ越してきた時もお金全然なかったじゃん、うん、でなんか100均でパスタのソースとか買って買ってた。でもそれの方がなんか辛かったけど、でもでも辛かった、全然辛く感じなかった、うん、それお金がないなのは辛かったけど、うん、そのなんか別に生活自体はね、うん、大丈夫だったけど、限界を知ってるって感じ今は。ほら今はもう あれでも生きていけたんだって感覚。体には悪い生活はしてたと思うけど、やっぱカップラーメンとかね、パンばっかりだったから、でもなんとかね。うん、うわぁ何まだグツグツ言ってる。それチェックするの、オフ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 。俺も火消した時いつも声出してて、オフオフオフ。うまそう。まずいきます。まずはスープからいただきますわ。おお、おいしい？甘み、うまみ。甘み？甘みっていうか、うまみ。うまみ？ああ、これはなんか、なんかあのプチッとだから出る味だね。なんか自分たちでこう作ったらできないかも。でもごま油のおかげかも、甘いのはちょっと。うまい。今までのキムチ鍋何回か作ったけど、ごま油入れたことなかった。うん、本当。すごい美味しい。だからかな。他にもスープ早く飲んでほしい。飲みたい。超うまうまよ。うん、うん。どうよ。美味しいね。ね。うん。わかる？ごま油かもね。甘み。甘って言っちゃった最初に。うん。でも確かに甘みがあるね。うん。これ好き、これ。あったまる。鍋って体にいいって言うよね。だって野菜ばっかだもん。エキスも出てるし。今日の俺らの鍋もお肉入ってないから。そう、あ、ごま油めっちゃいい匂い。キノコにめっちゃ染みついてる。あ、これ絶対ラーメンうまい。ね、今からラーメンが楽しみでしょうがない。あとチーズでしょ。熱い。熱い。豆腐熱い。熱い。おわーい。
破れた、破れた。美味しそう。食べよう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 。はい、麺を入れました。これが本番ですね。これが本番。結構お腹いっぱいだけどね。前菜だった、前菜。本当の前菜だった、ね、前菜だった。よっ、わー、ほぼ汁なし麺だね。ね、汁なし麺。味がめっちゃ染み込んでるよ、きっと。まず匂いがいい。麺の匂い、うまい、うまし、うまし。うん、うわ、なんかもう、うーん、ね、でも美味しい。、うん、詰まりに詰まってるわ、うん、味がやば。チーズ美味しいね。うまいね。キムチーズ美味しいね。これチーズ、ビーガンのチーズとかじゃないよね。普通のチーズだよね。普通のチーズ。やばいね、これはちょっと危ないよ、危険だよ、うますぎて。めっちゃ熱いし、いろんな、いろんな意味で危険。めっちゃ熱いから。暑い？暑い？大丈夫？暑い？こうやって丸めて食べたら中が激熱だった、うん、大成功ですね。大成功だった。だ、次が楽しみ。次何する？ごま、ごまやってみたい、うん。今日の動画はいかがだったでしょうか？どうでしたか？最近食べ物の動画多いよね。でもみんな好きかな、どうかな、答えてください。そう、今日のキムチ美味しかったから、うん、今度はなんかいっぱいね、いろんな味のね、なんかプチッとがあるから、うん、それを使っていっぱい鍋の動画、季節なので撮ってきます。次はごま担々風、もう賞味期限が切れるから。そう、早く消費しなきゃいけない。それをやっていきます。はい、そう、具もね、ちょっと変えたりとかして、うん、いろんな野菜できるね。そうね、だからなんかみんなもこれ鍋に入れたら美味しいよとか、うん、教えてください。まあ、ごま担々に何が合うか、そうだね、みんな教えてください。そしたらそれできるだけ揃えられたら嬉しいね。そうです。こんな感じで今日の動画はここまでになります。はい、もしお鍋が美味しそうと思ってくれたら高評価を押してください。あとチャンネル登録とコメントもしてくれると嬉しいです。はい、あと概要欄のチェックもお願いします。はい、ってことで今日もこんな感じでゆるゆるでしたけど終わりにします。はい、じゃあまた次の動画で終わりにし、あ、終わりにしましょう。終わっちゃう、終わっちゃう、もうチャンネル終わっちゃう。じゃない、嘘嘘。ってことで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。